世界の建築ミニ図集機構。アテネ。アテネのアクロポリスウェイプロピュライア、アテナニケ神殿。プロピュライエオンザアテネアクロポリス。テンプルオブアテネナイキ。アテナニケ、またはニケアプテロス、の神殿は、プロピュライアの外側の両塁上にある。両面前柱式の正面4柱でフリーズは連続し、歯型飾りはなく、その規模は 8.2×5.2 メートルに過ぎない。門切り型のポーティコではなく、寝室の正面は壁端の柱の間に2本の角柱を立て、壁端の柱と角柱との間は出入り口付きの壁ではなく、格子で閉ざされる。背面の中楼を省略すれば、通常のポーティコに必要な、もっと大きな空間を取ることができたろう。しかし西向きのこの背面は、アクロポリスに近づく時に目につく立面である。この神殿は紀元前450年以降間もなくカリクラテスによって設計されたが、紀元前424年まで建設されなかった。その後は、神殿は突出方、砦、の北と西と南側を手すりで囲まれた。